平成24年現在、豊島区総人口の約3割以上が60歳以上です。老後の安心を確保するため、皆さんいろいろ工夫されていると思います。不動産を購入したり、国債や株を買ったりなど投資をされている方もいるのでは。しかし 3.11 の地震で絶対安心と言われていた東京電力の株も暴落するなど、投資には不安もつきまといます。池袋在住の桑子圭さん、アラブへお兄さん行ってきてください。わかんないよ、アラブは。あの様子を聞いて知らせてください。アラブのことが気になる桑子さん、アラブ諸国への投資を考えているのでしょうか。そんな要望もあったので、池袋テレビは21世紀に入り、エネルギー資源価格の高騰で急成長したアラブ国家を訪ねました。アラブ諸国関連の投資を考えている池袋人 R60 の皆様に、少しでもアラブの様子を知っていただけたらと思います。 R60 池袋人へ伝えるアラブってどんな国？レバノン共和国編、ぜひご覧ください。池袋テレビはまずレバノンに入りました。正式名称はレバノン共和国。北から東にかけてシリアと、南にイスラエルと隣接し、西は地中海に面しています。首都ベイルートとその周辺を探索してきました。レバノンの人口は約420万人。キリスト教徒とイスラム教徒が国家の中で共存しており、近隣の中東諸国に比べテロや誘拐の発生率は低くなっています。レバノンのスターバックス、ショッピングモールにやってきました。中東ですが、レバノンではお酒を飲んだり、女性が肌を見せても OK。 レバノンワイン、日本での知名度は低いですが、欧州などでは大人気。レバノンにはいくつかのワイナリーがあり、酒蔵見学や試飲などができます。ワイン好きにはおすすめ。レバノン国内にはユネスコの世界遺産リストに登録された文化遺産が5件あり、ここはその一つ、バールベックです。遺跡はジュピター、ヴィーナス、バッカスの三神をそれぞれ祀る3つの神殿から構成されていて、世界でも有数のローマ神殿跡です。あそこに太鼓を叩いている人が、アラブの人って陽気なんですね。レバノンの古い町並みです。首都ベイルートから少し離れると伝統的な風景と出会います。聖書の舞台に出てきそうな路地、
の街並みが見渡せます。以上、レバノンのレポート映像をお送りしました。この動画からアラブの雰囲気を感じ取っていただけたら幸いです。